カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子との接点を見つけるべく、矢上は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、矢上さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。あの、いえ、はあ、ところで
お、はい。ありがとうございました。こっちだな。よしよし、お前の鼻が頼りだ。
ぞ。こっちだな。任せたぞ。よしよし、偉いぞ。頼むぞ。こっちだな。おい、なあ、まったく。
八神 C。 ああ。八神さん、よく来てくれた。セイレーンのマスターですか。ああ、カウンターで話そう。来てくれ。町の探偵さんなんだってな。ええ、そちらは桑名の遠縁だって聞いてます。失礼ですが、お名前は。あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただ桑名君から見ると俺は義理の叔父にあたる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか。ああ、清流会って組だ。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。それがさっきのセイレーンですね。あなたが偉人町出てったら、あの店はどうするんです。ふん、そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。おお、そこまで調べてたか。あいつは昔どんな子供でした。普通の子だったよ。別に何度も会ってたわけじゃないし、お互い気にも留めてなかった。だいたい今あいつのガキの頃の話を聞いて何になる。いえ、まあ当たり障りのないところから徐々に行こうかと思って。そりゃ構わないけどな。こっちも長居する気はないんだぞ。なるほど、わかりました。あいつの本名は北方でした。神室町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか。そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんです。ああ、実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された後だった。それってただのライターじゃないですよね。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。やはりあんたが持ってたんだな。こいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね。桑名君としては
他人に見られたくないデータが入っている。俺に渡してほしい。中に入ってるデータって何です？教えたらここで渡してくれるか？いえ、中を確かめてみないことには。桑名君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、どうしてもこれを渡せと言うならせめて桑名に会わせてください。あいにくだな。彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあな。あなたにもわからないんですか？神室町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったの俺だ。桑名も以前はヤクザだったということですか？いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。それで聖霊園にいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だが、あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きにですか？皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか？やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが偉人町で一番安全な店でしたっけ？ああこの町で最後に話せたのがあんたでよかった。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございヤガミ。ん？あれ？あんたハンピン・リューマンの？東京から随分お友達を連れてきてくれたな。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。お友達ってもしかして RK のこと？だとしたらあいつらはそんなんじゃ。おい、鉄道だから誤解なんだって。飲めば飲むほど強くなるな。おっと、よいしょ。てめえはトゥー。
また誰かに俺を襲えって雇われたのか。別荘カムロ町のハングラが我が物顔で町を歩いてやがる。そうかと思え、若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。どうなってる、異人町で何が起きてんだ。ああそこで怒るまではまあわかるよ。けどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや、知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。いえや、八神、カムロ町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人は RK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジか。やつら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。 RK は桑名を追ってんだ。知ってるか、便利屋の。ああ知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べてるとこだよ。おかげで RK と勝ち合って、さっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらない。なるほど、分かってくれた。今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わない。は？なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出す奴がいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。俺はな、異人町が俺らの町である限り女子供に手出しする輩は絶対に許さない。ああお前もそう思うだろ兄弟。急に距離縮めてくるんだね。付け加えるとお前が兄弟分になるなら俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。なるほど、そういうことか。 RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かりゃあとは俺らに任せろ。女先生の仇は取ってやる。なぶり殺しにしてな。ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ、八神氏。セイレーンで海藤さんが刺されたとの情報が。本当なの、八神さん。何があったの？ああ、本当だよ。全部話すから。ただ、その前に九九に調べてほしいもんがある。何？桑名のアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。じゃあカイトさん、その相馬ってやつに。脇腹をナイフで刺された。桑名を追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの。八神探偵事務所か。ああ、で俺はその後桑名の遠縁だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見れば桑名の正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、
中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから。再生してみましょう。いいですか？なんだろう。すごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにします。バーカ決まってねえ。てめえ、ミツロ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。うい、いつでもいいよ。おい、てめえ、逃げんなよ。ミツロ、何しらけることやってんだ、これ。こりゃお仕置きだぞ。もうやだよ。お仕置き、お仕置き、さあ皆さんと一緒にお仕置き。楠本みつるのストリップショー。やだやだやだ。てめえ何蹴ってんだこれ。ああ調子こいてんじゃねえぞみつる。やめて。ミツル、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。もう素人じゃないんだからさ。うわ、こいつションベンしてる。うわ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 、うっそ、キモ。きったね。マジかよ。最悪だ、こいつら。楠本充のストリップと、そう言ってましたね。ああ、楠本充といえば、13年前の黒川学園。沢先生の同級生で、校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官、楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも、昏睡状態が続いています。この動画は楠本充がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを。わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。この辺り、主だったメンバーの顔が写っています。一旦ここに写っている絵から状況を整理してみませんか、矢上氏。そうだな、分かったよ。なんだ この携帯カメラでいじめを撮ってた。動画の中で名前を呼ばれてたよ、鈴木って。ええ、だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。ああ、この女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよ。沢陽子だ。確かにこれまでの調査に基づくと沢先生も同じクラスにいたわけですから、この動画に映っていてもおかしくありません。ですが沢先生が学生時代鈴木と呼ばれる根拠は今のところ見つかっていませんね。さすがに鋭いな、つくも。
俺もなんだか違う気がしてた。城崎沙織だ。なるほど、それも斬新かつ柔軟な発想ですね。僕らも見習わなくては。ねえ、つくもくんに気を使われちゃってるよ、八神さん。そんなんでいいの？いや、分かってる。もう一度やらせてくれ。楠本玲子だ。おや？楠本玲子は充くんの母親ではありませんか？今話しているのはここに写っている女子生徒の名前ですよね。おかしいかな。いやいや、おかしいでしょう。さあ落ち着いてくだされ、八神氏。では頭を切り替えて仕切り直しといきましょう。間宮由衣、江原に痴漢されたとされる被害者女性。旧姓が鈴木で、間宮は結婚してからの名前だよ。そして13年前、楠本満と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてる。ええ、やはりこの女子生徒は間宮由衣で間違いないでしょう。間宮さんって一体どういう人なわけ？そもそも世間的に楠本満へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。しかしこの動画を見ると、実態は明らかにこれまでの情報と違っています。実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、間宮由衣もそのうちの一人だった。ああ、もしこの動画が世に出たら、間宮由衣もここに写ってる生徒たちもみんなまずいことになるな。楠本満を追い詰め、今日まで昏睡状態にしておきながら、自分たちは知らん顔で暮らしてた。そんな風にバレたら社会的に抹殺、職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続けられはしない。こいつの顔ってなんか見覚えがあるんだけど。ほう？僕は見たことなさそうです。僕もわからないな。思い出した。誰？三越場広の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か赤池って。するとこういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみると、みんなこのいじめ動画に映っていると。ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。どこだ？なんだ？かわいそうだよね、満くん。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前、まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが、夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりして、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとか。いや、桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないな。もっと他の可能性を探ろっか。これは楠本満をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ、こないだ神室町で RK が探し回ってた。その時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思う。そして河合が殺されたらしいと当たりをつけた RK はこの後どういうわけか桑名を追って偉人町に
怪しいな。13年前の9月17日午後4時過ぎだから、多分放課後の教室だね。あ、いや、これはなんだよ。今楠本満が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが、9月17日でした。え、つまりこの動画が撮られた後、その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。どこだ。動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだ分かりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていて、それを桑名さんに預けてたとは考えられない。便利屋って仕事の一環で。ありえるとは思う。ただしっくりは来ない。なんで。セイレーンのマスターが言ってたんだ。え、ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。あの人はこの動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何。桑名が今40前半ぐらいだとして、13年前は30前後ってところだ。もしかして学校の先生だったりして。このいじめがあったクラスのさ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。沢先生の部屋にあったやつです。八神氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった、持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本満君がいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、間宮由衣も写ってるね。クラスの担任はこの人か。楠本満がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか、あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。桑名じゃないな、別人だ。他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね。楠本満、この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校だとは同窓会にも行ってないって言ってたよ。このクラスの誰とも会ってないって。確かにその集まりだと嫌でも満君の話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木優衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に写っていた女子生徒です。彼女も楠本満のいじめ自殺に加担した一人だった。このページに写ってる子たちの何割かはさっきの動画に写ってたわけでしょ。ああ、でも河合信也は写ってないんだな。ああ、うん、本当だね、写ってない。河合は満君の飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みにはそうありました。
裏取りはできてませんが、自然な成り行きであったろうと思いますな。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに、川以外の全員が罪を免れた。なんだ、なんだ、これは。その時の担任は、ミツル君がいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながら、やりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。ん？教職を追われた？どうしたの、八神さん。楠本光の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うん、それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか？なるほど、それはあり得る話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。少し時間をください。あ？これは。怪しいな。これは。八神氏、わかりました。楠本光の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方？え？あ、それってもしかして。彼、本名は北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ、そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、ミツル君の飛び降りで学校を辞めた北方優は、その後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが当園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？
いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。で、その怒りの矛先が河合信也に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。待った、河合の知人らしき男女っていうくらいだから桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして？ああ、この中に手がかりがある。え？何？どういうこと？僕、八神さんが何言いたいのかよくわかんないんだけど。あれ？そう？じゃあちょっと待ってくれ。もう一度考えてみたい。ああ、そこに写ってる子たち？河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。でもなんでこの子たちが河合を拉致すんの？桑名が協力を頼んだ。いや、協力させたのか。どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でもここに映ってる連中にしてみたら絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かに。ネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ？河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に映っている間宮ユイなら俺は家まで押しかけたことがある。もし河合を拉致した中に彼女もいたなら面白い話が聞けるかもしれない。そうですね。今八神氏が語ったのは神室町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮ユイからその裏付けを取れたならさらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越芝殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合信也の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕いい線いってる？多分な。明
早速間宮ゆいを直撃しよう。では杉浦氏も矢上氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、矢上氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら。助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから。僕の相棒はそんなに弱じゃありません。存分にこき使ってくだされ。死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。ありゃ本当だぜ、ターボ。昨夜がそうだったわけ？ああ、なんかどんどん体が冷えてったなと思ったら、松金の親父にどやされてた。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も縁故詰めるかって睨んできててよ。で、俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあ。きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。相馬の野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは、沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分、相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただ、それとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。 RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは結局何か魂胆があったってことだろ。多分ターボーが三越場の殺しを調べてたからだ。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添えもんか？そんなことないって。くそ。野郎の正体も割れて、これからって時に。俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ。杉浦は来ねえのか？あいつは、これから俺と間宮ゆいを直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。